おはようございます。釣り子 TV です。エバーグリーンから超絶にでかいですね、このボーワーム12インチ、それの高浮力発泡マテリアルバージョン、これがですね店頭に並んでいたので一袋買ってきてみました。っていうかこのねでかい、自分のねこう手握ったこの腕の長さぐらいあるんですよね。12インチっていうことでパッケージもでかいですけどもね、これで欲しかったですね、赤腹ね、お腹のところこんな赤い感じのこの色をですね買うことができたので早速開封していきたいと思います。4パックってことでね4匹入っていて950円で売ってましたよ。まあ、棒アームいろんなサイズが展開されているんで使ってる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、この12インチってのはねなかなかの迫力ですよね。じゃあ早速1本出していきたいと思います。はい、ピリピリピリ、はい、これで、はあ、いましたね。こんな感じで早速、あ、ムチムチしてる。はあ、出てきました。ねえ、長いなこれは、はあ、やっぱりちょっとこんな感じでめちゃくちゃ長いですよ。12インチっていうことで、まあ、30センチ近くあるんですけどもこれね、でこのワームね、去年開催された2017年ですね、7月の、七色ダム戦でエバーグリーンの小林プロが、驚異的なウェイトで優勝した、その時の原動力になったっていうことで非常に話題になったワームなんですけども、うなぎリグっていうことで、ちょっとどういうことなんだろうって気になりましたよね。でこんな感じの長いワームなので、こっちからですね頭の方から PE ラインでこの鉢巻きの部分ね、ここら辺まで針を持っていってクイッとねオフセットというか、まあ、隠して、でね脇掛けで使うのかなって、そうじゃなくて頭の方から、糸を出すことによって、でこのテキサスリグじゃなくてですねちょっと内側のここら辺からですね重りをピョッと出して、で根がかりがそれによってしづらくなって、で進行方向がちゃんとこの頭の方からうね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 動いていくような、でバスが食いついたらこの鉢巻きのあたりに針があるもんで、フッキングも比較的、決まりやすくなるっていうことで、エバーグリーンのホームページのあの去年のですねそのレポートのところを見るとですね、あの小林プロの詳細などういう感じで使ったのか、どうしてこの位置にこうなっているのか、どういうリグなのかっていうのを詳しく解説されているのと、2018年の春今ぐらいですよねに、まあ、この多分ワームの発売と合わせてその簡単にうなぎリグがセッティングできるようになる、そういったセットも販売されるっていうことで、まあ、うなぎリグですね2018年からいよいよ、まあ、ブームの兆しというか、結構でもねこの手のワームなんで、そのでフロリダバスを狙っていくなんていうことなんで、果たして、関東でどういった出しどころがあるのかっていうのはちょっとこれからせっかく買ったんで試していきたいと思うんですけども、何にしろトップ50の選手がみんなでこうね打ち合いして、もう非常に魚多分プレッシャーかかっている状況の中で60アップのね、バスがヒットして、それがまあ優勝の原動力になったっていうことで非常に気になるリグですよね。まあこっちの方の、まあ、関東に置き換えても亀山ダムっていうのは本当連日もう100艇近くね、ボートが浮いて
で、その中からでもでかいバスね、60アップとかも上手い人は釣るんですけどね、なかなか自分なんかも60アップって釣ったことがないので、そういったね、こういうあんまりみんなが投げてないんじゃないかなっていうのを入れ込むっていうのは一つ有効になるんじゃないかな。あとはまあ亀山以外にもそうですね、そのとずらっぱらダムであるとか三島湖であるとか、あと豊草ダムとかね、ああいったところでもですね、その重りをこっから出すことによってリザーバーとかでもその比較的根掛かりが少なくで、オフセットしてることによってそのワッキーの針剥き出しとかでないので、ちょっとしたまあ投げるの躊躇しちゃうようなカバーっぽいところにも打っていけるっていうことなんで、非常にですねリザーバーとかでまあこういったなんか何だと思ってくるんですかね、やっぱうなぎだと思ってくるんですかね。まあこれはあのヤモリの腹を模してこんな赤腹のを使ったところでこう落としてギランとアクションを入れたり、そこに着底した瞬間のボヨンって動きによってこの赤腹がピラッと出て、その一瞬のリアクションで反応させるとか、いろいろこのツートンカラーっていうところにもなかなかいろんなこだわりがあるみたいなんですけども、とにかくあの動きの映像なんかはですね、エバーグリーンのホームページとか、あとはそうですね、 YouTube でうなぎリグって検索でするとですね、非常に分かりやすい動画なんかやっていっぱい出てきて、実際にそれで釣っているシーンなんていうのもですね見ることができるんで、なんかそういうの見ると釣れる気してきますよね。だからちょっと自分の方でもですね、これ早速そうですね、フープに小岩のですね、いつも行っているバーにですね、釣り好きのマスターがいて、うなぎリグってどうやって作れますかねって、まだうなぎリグその製品版の変えていないので、ちょっとあの店長といろいろ相談しながらですね、うなぎリグ、手作りうなぎリグ、作ってこようかななんていうふうに思うんですけども、何しろ、小林プロ、開発者の小林プロをしても何もない状態でうなぎリグをリグろうとすると30分ぐらいかかったって、なかなかね、ここにこの P ラインを通して、でここから針を出して、なおかつここからこう重りをつけるねパーツをどうにかしてっていう、結構ね複雑回帰なリグなんで、ただそれにすることによってこう進行方向をこう作ることによってバスが頭の方から加え込みやすくなるんで、こうグチュグチュグチュって食って、でそのこの鉢巻き部分っていうのが当たりはこれ投げるとすごいいっぱいあるらしいんですよ。でバスの歯型がついている、その一番バスのハムハムした歯型が多いところに針を持っていったら釣れるだろうなっていうことで、ここの鉢巻き部分あたりになんとか針をですね持ってきて、なおかつ根掛かりしづらいようにオフセットさせるっていう、こういったことみたいなので、ちょっとねそれをどうにか、まあこっから針を出すってことで、まあちょっとチグを作ったりもしなきゃいけないのかな、ちょっとですね、アイデア満載のマスターに、うなぎリグどうやったら作れますかねって相談しながら、やってこようかなと思うんですけど、まあシンプルでかっこいいですよね。でこれが高浮力の発泡マテリアルっていうことで、すごいムチムチした感じなんですけども、比較的ボワーンと、多分ねボワーンとゆっくりとアピールして、そんでもって魚を寄せてくれるっていうことで、頭の方に 5g の重りって書いてあったかな、重りをつけることによってずーっとこうずーっとアピールしながら落ちていきつつ、まあでもボワーンとしていて、その緩慢な動きに思わずバスがなんだって感じで食いつくっていうことみたいなんですけどね、非常にこれでまあ釣れたら嬉しい系のワームですよね。ブルフラットとかも最初使い出した時、こんな大きなワームでバス釣れるのかななって言って、当たりがコンコンコーンなんて来た時、すごいね、それだけで当たりが出るだけで上がるっていうか、もうねハッピーになるわだったんですけども、これなんかもね本当これでね40アップとかでも、まあ35とかでもいいんで、こういうのに食いついてくれたら非常に嬉しいですよね。で小林プロのその実況動画なんかを見てると、あ
加えたって感じでクラッチをこうパチンって切って、パスをもうしばらくちゃんと食い込むまで待って待って待って、オッケーかなって感じでカシッて合わせるんですよね。ああいった釣りっていうのもね、ちょっと面白そうなんで、今加えてますよなんて言いながら釣りができたら、ね、非常に面白いんじゃないかなと思って、ぜひ揉んでですねチャレンジしたいなと思って買ってきてました。で、まあこのまあ950円ですけどね、買うと4本、すごいですね。な感じで4本のとんでもない長さのワームが入ってるんで、まあね、頭のところを盛り付けたりしてその切れちゃうなってのもあるんですけど、こんだけ長かったらもうどうですかね、このテール部分だけでもなんか一つの釣れ線ワームになりそうですが、まあ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 1個買えばですねしばらく、ね、楽しめるんじゃないかなっていうことで、この独特な色と、なんだと思って食うんですかね、まあ超巨大なドバミミズとかも雨の後とかって結構あのダムであの道路走ってると車にひかれたりしていますからね、まあそういった感じでも見えるかもしれないし、で亀山ダムなんかだとあのメガバスの松本くんがあのイーラーってこのプラグタイプのね、メガバスの非常にでっかいウナギみたいなプラグね、あれでデカバスとかかけに行ったりしてますからね、そういったまあこういう長いのだからこそ効く状況っていうのはまあどっかしらあるかと思うんで、ちょっとね試しにいろいろ使ってみたいななんていうふうに思っております。というわけで本日の釣り子 TV はですね、このエバーグリーンから発売されたとんでもない長さですね、これ、うん、うなぎリグね、用のワームというか、まあこのワームがあったからうなぎリグができたっていうことですかね、の棒ワーム12インチ、高浮力発泡マテリアルバージョン、これが店頭に並んでいたんで一袋買ってみたいって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。